い、こんにちは。RWS ドルミズク代表の森影です。どうもこんにちは。レコチです。はい、今回はね、こんな悩みありませんか？ボールのもらい方がわからない。どうやったら、まあ、ボールをこううまくもらったらいいんですかみたいな。そんな、やっぱ悩みありますよね。あります。ありますよね。なんで、今回は、そんな悩みも解決できちゃう。そして、同時にドリブルも学べる。そんな練習を僕の方がレオコツともコツと一緒になって、解説と、まあ、実際にね、軽くお手本とかを見せてやっていきたいと思いますんで、これはね、お父さんお母さん、ボール出しの方が一人いれば、二人で、できる練習になりますんで、実際にこれはね、RWS ドリブル塾でも、まあ、僕のスクールとかでもやってる練習の方になりますんで、ぜひお手本の方やってきますんで、そちらの方はレッツゴー！はい、それでは実際に、やっていきたいと思います。で、実際に用意するのは、マーカー2つ、まあ、カラーコーンとかでもいいんですけども、2つ用意してもらって、イメージとしては要はこの1個目のマーカーに相手のディフェンスがいます。で、レオコーチパサーですね。で、僕はボールをもらう人っていう時に、やっぱボールもらう時に出してもらっていいですか？こう背負ってボールもらってしまうと、やっぱどうしてもボールを疲れてしまうっていう感じがあるんで、ボールをもらうときは必ず相手とボールを同時に見れた方がいいんですよ。なんでこっち側に移動したらボール相手見ますよね。もしくはこっちでもいいんですよ。で、今回はこっち側ですね、この状態から右側に移動するパターンで、ストップ、ストップ、こっちに移動すると今言ったようにボールと相手見えます。で、この時に大事なのがこの角度になると、出してもいいですか？もしプレッシャー来てたら、ダイレクトで返せるんですよ。ダイレクトで。見えてるから。で、要は今からやる練習は来てないっていう想定ですね。で、この時にボール出してもいいですか？トラップする足は左足です。必ず。まあ、本当に相手が近かったら右足になるんですけど、ちょっとスペースがあったら左足。なんでかっていうと、相手見えるから、もし相手がパスコース読んできたら、そのまま前に進んで、ハーフコーポドをできる。ね、でも右足になってしまうとこの状態から前を向くの遅くなってしまうから、ここでまた1対1をしなくちゃいけないってなってしまうんで、必ず動いた後は左足トラップ、左小指止めて向き合う、その後は親指小指が相手を抜いて2人目の相手は抜いて抜いていくと、こんな感じの練習をやります。で、これもしっかりすごく大事なのがボールをもらう瞬間、立って早く動く。わかります？早く動く。これがすごく大事です。練習中から、ゆっくりこうやって動いて、やるんではなくて、0から100。ここまでこう、呼びをこういう風に当てて、はい、踏んで歩いて、で、トラップする。で、この練習、これめちゃくちゃいいことがあって、このレオコーチ、スクールだったら、このレオコーチが僕にボール出すじゃないですか。で、僕ドリブルしますよね。ドリブルして向こうに行ったら、次はレオコーチがこっちに来るんですよ。来てもらっていいですか？で、僕終わった人はこっちに並んでレオコーチにパス出すと。で、軽くやってもらっていいですか？はい、動いて、はい、レオ、はい、そう、出して止まる。ラボは親指、小指、はい、し出す、いや、おれいっていう感じなんですよね。で、これこっちのパス出す人の練習にもなってるんですよ。例えば自分のチームとかでもこうインサイドパスね、止める蹴る大事だよって言ってこういうのやるじゃないですか。そんなの分かってると。でもずっとこれをずっとやったら、お嬢さん分かんない？はい、ね、ここの時お嬢さんだったもんね。で、これを小学生にやらすのは無理なんですよ。無理なの。だからこういうドリブルの練習入れてあげて、じゃあ次ちょっとこういう風にゆっくりボール持って動いてよ、その瞬間にしっかり左足にパス出してあげるっていう、全てを学べる練習の方になってるんですよね。近く来てもらっていいですか？これ、どうでしたか？スクールでもやってますけど、はい、やっぱドリブルだけとかパスだけって偏ってほしくないんで、うん、どっちも柔軟にできるように間違いない練習していってほしいなって思いもあります。どうしたらよろしいか？さっきも言ったように、その対人パスとかずっとやってても小学生やっぱ飽きがちというか、飽きちゃって結局つまんないになっちゃうんで、うん、飽きさせないメニューをやらせるっていうのはめちゃくちゃ大事です。本当、はい、だし気づかないうちにあのインスタパス出してる人も練習になってるみたいな。で、こっちをもらってる人もフェイントをやりたいんだったらトラップをしなくちゃいけないじゃん。で、そのトラップ、トマト状でトラップしないじゃん。やっぱ動きながらトラップするでしょ。
それが自然に練習になってるっていう、仕組みになってるんで、ぜひね、これね、あの、まあ、チームの監督さんとか、コーチさんとかもぜひちょっとこうやってもらったら、結構基礎練習には結構いいかなというふうに思いますんで、あ、ちょっと一個言っていいですか。なんかこの前コメントで、あんまコメント見ないんですけど、まあ、見たときに、まあ結構その、最近、ノーカットシリーズ。はい。僕の、あれ結構好評じゃないですか。もう結構皆さん、今後載せてくださいみたいな、これすごい楽しみにしてますみたいな、もうスクール全部見れるじゃん。だから体験とか行くときもさ、こうもうこんな感じなんだってイメージいけるじゃない。だからあれ上げてるんだけど、でもそのこの前埼玉かな撮ってる YouTube に対してすごいこう長文ってコメントいただきましてね、軽く読んだんですけど、なんとなくなんですけど、なんかもっと台本とかちゃんとやれと、リハーサルもちゃんとしろと、そんなんでこの動画上げるなみたいな、でもアドバイスいただいたんですよ。どうかなと。人生リハーサルでいいか。おーい。まあ、あの、僕らもね、YouTube 適当にはやってないんですよ。やってないけど、正直コメント言った時に、誰やねんと思ったね。誰やねんっていう、ね、感じだったんで、あの、コメント返さないと無視すんなみたいに言われるじゃない。無視してないっす。はい。スルーしてますから。うん。だからこの前、インスタの DM でも、なんか、森掛さんのためにアドバイスしますって来て、上からやな、そうで、あー、なんだろうって気になったとこ見るね。そしたらこう、あの、美味しいご飯屋さんに行ってるのとかはあんまりこう、高いもの買ったりしてるのもあんまりこう、あげない方がいいですよと、なんかこう、あ、そう言われたんですよ。で、まあちょっと笑ったの、コメント出た時にで、面白かったコメント返したのよ。それで、DM も返したの。その、じゃあ、ご飯屋さんに行ってるのってさ、みんなあげるじゃん。はい。俺もあげるじゃん、普通にね。じゃあ、かっぱ寿司の時もあげるじゃん、行った時も。でも、その、目についてるのが、たまたま高いご飯屋さんに行ったやつを見られてるだけなわけよ。で、その、それを言ったら、そういう問題じゃないですみたいな。RWS のために言ってます。これは直した方がいい。ありがとうございます。おいくつなんですか ?18 歳って。お前誰やねん、だから。ほんだら申し訳ないけど、僕の方がちょっと数倍ね、社会を経験してもらってるんで、あの、分かってます、それは。僕らも保護者の方から言われたことを結構謙虚に受け止めるじゃないですか、はい。やっぱ先輩なんでね、人生の。あの、思わず笑っちゃいましたね。どける僕30とか40ぐらいかなと思ってたら、まさかの18歳。大学生ですかな、ね、はい、って感じだったんでね、面白かったですね。はい、って感じなんで、またね、次の動画で、いろいろとまたこれはいい動画をね、提供できればいいなというふうに思いますんで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。